アンドレー・デルカッチ・アンドレー・デルカッチは、ウクライナの政治家、ソ連の軍人、労働ウクライナ党議長、レオニード・デルカッチの息子、デルカッチ家は、元大統領レオニード・クチマと親密に交際しており、アンドレーの言葉によれば、クチマ家で育ち、彼の膝の上に座ったという、ドニプロペトローシク氏出身、1989年、 クルイロフ原水名小ロケット軍ハリコフ高等、軍事式、技術学校を卒業。戦略ロケット軍、ペルボマイスク師団で勤務。1993年、ロシア保安省アカデミーを卒業し、ウクライナ保安庁、ドニプロペトローシク州局に勤務。その後、プリドニプロビア協会副総裁。1994年、大統領監督庁副長官に任命。 1996年、対外経済問題担当大統領顧問、その後、首相第一補佐官となる。1994年と1999年の大統領選挙では、口間を支持した。1998年、スウムイ州から最高会議大議員に選出、国家予算問題委員会の委員。議会では、開派官議員団体、ロシアと共に、 欧州へを引きいた。2000年、労働ウクライナ党を創設し、政治執行委員会議長となる。2002年3月の議会選挙において、労働ウクライナ党は、統一ウクライナのためにブロックに入った。最大、三条有する。三党、功績に対する勲章を受賞。ウクライナ政教会から聖ウラジーミル勲章を授与。財団、我が未来共同議長。 ビジネスにも積極的に関わっており、野党は武器の不法取引等で彼を批判しているが、具体的な証拠は提示されていない。ありがとうございます。